どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆきです。さあ、本日の都市伝説なんですけども、不老不死、人類永遠の夢、この不老不死、実はこの不老不死ではないかと言われている人物が存在しております。今回はそんな不老不死ではないかと言われている人物について触れていきたいと思います。今回ご紹介するのが、サンジェルマン伯爵。18世紀にヨーロッパを中心に活動したと言われている人物で、この方すごいのが頭がすごい良くて、というのも、ギリシャ語やラテン語、アラビア語、中国語など数々の言語をマスターしており、ものすごいね、今で言うインテリと呼ばれるような人物だったと言われております。で、そんなね、サンジェルマン伯爵を語る上で外せないのが、不老不死の逸話。数十年経っても容姿が初めて会った時と変わらなかったという証言を残していて、他にもフランスのジェルジ伯爵夫人は初めて会った時から40年後に再び会った際に容姿が全然変わらなかったと。日中戦争の時にサンジェルマン伯爵を目撃したという話も出ていて、このことからタイムトラベラーなのではないかという説も出ております。で、サンジェルマン伯爵、なんで、不老不死の逸話がついて回ってるかっていうと、先ほどね出てきた博識だったということで、錬金術にも精通していて、実は不老不死の石とも言われる賢者の石、これを実は持っていたのではないかというふうにも言われております。ただ、こんだけね不老不死でとか言われてる人物なんですけど、この不老不死の噂を聞きつけたナポレオン3世がサンジェルマン伯爵の資料を集めるように命じるんです。で、その集めた資料を保管していた宮殿が火事になって、この資料っていうのが全部なくなってしまうと。詳細なねものっていうのがなくなってしまったことから、今の謎多き人物というふうに言われております。信じるか信じないかはあなた次第です。こうなってくると、なんかこの資料があるところが火事になってしまったっていうのも、なんかまたね違うものを感じるのかなっていうところまで来てますよね。こういうね都市伝説もガンガンやっていきますので、ぜひね応援よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。